さあ始まりました、キャンパスボーイの徳島でキャンパーラナイト、夜の配信を前に、ちょっと配信します。さあ今キャンパスボーイ清水がどこに行けるかと言いますと、ここ笑いの殿堂ナンバーグランド花月の前に到着いたしました。明日ですね、ナンバーグランド花月前でキャンパスボーイがイベントをするということで、まあ、僕は実家が大阪の門真市なんでね、ちょっと前乗りで、帰ってきました。でちょっとねついでに NGK 前におったんですが、ちょっと下見ていただきましょう。よいしょ。今ですね芸人着ぐるみがあるんですけども、芸人着ぐるみで今幾代九郎さんがいらっしゃるんですけれども、 LED で光っております。わかるかな、これ普段はついてないんですよ。 LED で光っております。向こうから寛平師匠まで歩いてきましたね。これ実は LED で光っております。で真ん中から現れたこちら寛平師匠もこのコスチュームが LED で光っておりますよ。というわけで清水です。はい、大阪にたどり着きました。さあそれですよ、肝心な今明日はですね夜まで入れないのでイルミネーションが撮れないんですよ。明日夜までいないのでイルミネーションが撮れないので、今のうちに撮っときます。また小籔さんも出てきましたね。こんな感じです。以上芸人の着ぐるみにもイルミネーションがつけられております。一番幾代さんがめっちゃ光ってますね。はい、でですねこの真横に47ご当地市があるんですけども、そこには今ワンダーランドが、あそこにワンダーランドがですね白浜で和歌山の物産展をやってるということで、まあワンダーランド和歌山の住みます芸人ワンダーランドが、あそこで、司会をしております。そしてですねこの NGK 前、 NGK 前のここですね、もう NGK の真ん前、行きますよ。皆さんまだ見ないでくださいよ。はい、こちら光の町阿南10周年吉本興業100周年記念イベント、これが11月末から12月28日の金曜日までやっております。はい、これが今あるということで、さあどんなものかと言いますと、いますよ、阿南のイルミネーション、ます、よいしょ、こんな感じです。どうでしょうか、皆さんめっちゃ綺麗でしょ。これイコサっていう、右にあるのがイコサっていう二重面体の正三角形二重面体のイルミネーション、そして向こう側にあるのが、ピラミッドという48面体の、あ、向こう48面体ないですね。でもイルミネーションが飾られております。で今たった今ですね47ライブっていうのが始まりました。今47ライブっていうのが始まりました。社員、明日僕たちはここでイベントします。明日僕は NGK 前のここで
お笑いライブをしますので、ぜひとも、皆さん明日来てください。朝の10時ぐらいから行っております。朝の10時ぐらいから行っております。ワンダーランドが負けじと、あ、おっさんにピントがあってワンダーランドにピント合わん。おっさんにピントあってワンダーランドにピントが合わないよ。2回も見に来たことあるよっていう方、あ、見に来たことない人が後ろの方に立つので、皆さんもっと前に来てください。ちょっとぐっとぐっとお疲れ、ぐっと前に来てください。お願いします。ちょっとこの辺寂しいですよ。ぐっとぐっと、もっと前に来てください。 ありがとうございます。ありがとうございます。違うのかな。ちょっとぐっと前に、ありがとうございます。そして僕島田和也さん知ってるよ。ここ、これは一体何面体の何なんや。ありがとうございます。これ、これはこのイルミネーションは何面体の何なんでしょうね。すごい正三角形のものがたくさんついておりますが、こんな感じで NGK の前にはですね、イルミネーションがドンドンドンと3つ飾られております。夜になるとこんな感じでございます。 NGK の方ね、大阪に来れない方はですね、ぜひともこちらの方に配信を見てね、味わってください。 NGK に来れない方はぜひともこの配信を見て味わってください。これ大事なんで2回言いましたよ、みんなに見てほしいんでね。やっぱり今から47ライブって言って、